その歯医者さんが嫌いにならないようにトラウマにならないようにやはり無理に、治療することはうちの院では今やっておりません。その子がやはりすぐにできる子もいればなかなか診療台に上がることもできない子どもさんもいらっしゃいますが、その、お子さんのペースに合わせてまず、納得してお子さん自身のこの人格ですねを尊重してまず診療を受けていただいて、そして歯医者さん口の中のことに対してですね子どもさんがあまりネガティブなイメージを持たないようにまず心がけています。そしてやはり小学校の真ん中ぐらいまではですねやはり口の中でその虫歯になるならないっていうのは、親御さん特にお母さんの役割が非常に大きいと思います。仕上げ磨きも当然1日1回できたらしていただきたいですし、やっぱり食事ですねおやつの与え方であったりとか、糖分の与え方であったりとか、その辺をきっちりコントロールしていただく、幼稚小さい頃からのやはり習慣づけが非常に大事だと思いますので、そういう、教育ですね意識づけとかですねのことを、医院ではお母様方にも、提供してですね、虫歯にならないような、乳にならないように、二人三脚でですね取り組んでいます。